平田松は、松下松族の樹木である。平田枝松、平田枝松などとも表記される。松下松族に属する、いわゆる松の一種。松族の中では福井館多場属に分類。亜種や変種は知られていない。何種類かの松とは雑種を形成し、比較的近縁であると考えられている。このうち、以下に挙げる松との雑種個体は、天然でも確認されている。 沼松は、リギダ松の亜種や変種に当たると考える学者もいる。学名ピヌステーダの種小名テーダは、樹脂に富む木材を表している。和名は、この種小名に由来する、テーダ松の呼び名が、一般的である。原産地のアメリカでの代表的古称は、ロブラリパイン。ロブラリは、低湿地という意味で本種の代表的な生育地を指す。 他にもいくつかの古い名前を持つが、これらは現在ほとんど使われることはない。オールドフィールドパインは、先駆的な種であり、痩せた土地に生えることに由来している。ブルパインという名前は、ブルは、お牛を意味し、本種の大きさに由来している。ローズマリーパインという名前は、本種が、アメリカ南部に生える他の2.3用末類と、比べて、 独特の香りを持つためにつけられた。アパラチア山脈イ以南のアメリカ合衆国南東部に広く分布。生育地の気候は多湿であり夏は暑く、冬はあまり寒くない。年間平均降水量は1000ミリメートルから1500ミ、mm、リメートル程度。森林の成長期間は分布域北部では5ヶ月から、道南部の海岸付近では10ヶ月ほど。 年間気温の変動は13、摂氏24度で7月の、気温は、摂氏27度で頻繁に、摂氏38度を上回る。1月の平均気温は、摂氏4度から摂氏16度で分布域の北部や、西部では低、摂氏20度以下になることもある。生育地の北への拡大を制限するものは、冬の低温と、開花時期の氷雪や低温が原因だと、 考えられている。テキサス州やオクラホマ州異性への拡大を拒むのは、十分な量の成長期を欠くことが原因とみられる。山火事が起きにくくなっていることで、本州はアメリカ新南部のいくつかの地域で分布を拡大している。これらの地域はかつては、大王松やスラッシュ松など、極要性の松が優勢であった。アメリカ南部を代表する有用林業樹種の一つ、 オーストラリアなどを含む原産地以外でも木材やパルプを目的とする植林がなされて分布している。日本国内の観察においても赤松を大幅に上回る成長を見せ、特に10年生以後が赤松に比べて著しく早く成長するという、また、松材線虫病に対する高い抵抗性などから一時期林業用樹種として大いに期待された。 風で損傷しやすいこと、外来種問題などから新規で植えられることはほぼないものの、比較的温暖な地域の公園や植物園では目にすることの多い外国産松である。前述のようにいくつかの松と天然条件下で雑種を形成する。太陽松と低田松の雑種はサンドレガーパインと呼ばれ、ルイジアナ州やテキサス州東部でよく見ることができる。沼松と 聖田松の雑種は、ノースカロライナ州で観察されている。他にも、リギダ松などとの雑種が、ニュージャージー州などの分布域北部などで発見され、研究が進んでいる。エキナタ松との雑種が、オクラホマ州などの分布域西部に分布しており、他にもルイジアナ州などの分布域南部で互いに、分布が重なる地域には生息している、可能性がある。この雑種は、 低打末で問題になるフーゼフォームラストに対して耐性を持つ人工的な雑種が生産されている低打末とエキナタ末とリギダ末を掛け合わせたものはかなり期待されているこれは低打末とエキナタ末の雑種個体が重大な病害フーゼフォームラストに耐性を持ち低打末とリギダ末との雑種個体は低温への耐性が上がるためで この両方の形質を持ち合わせることで、植林地の適地をさらに北へと広げることができると考えられている。成木は、樹高は30から35メートル、強硬直径は0.4メートルマイナス1.5メートルに達し、アメリカ南部の松としては、大王松と並び最大級の種類である。樹皮はかなり黒っぽい褐色で荒く、臨場に裂ける。 個体によっては、大葉松以上に大きくなることがあり、サウスカロライナ州のコンガリー国立公園に生えている個体は、樹高51.4メートル、在籍は42立方メートルに達する。日本では見られない三新葉松の一種。新葉は三枚が、束製し、しばしば湾曲する。長さは12センチメートルマイナス22センチメートルほどと日本の松よりも、 かなり長く、特徴的であるが、アメリカ南部の松としては、中ぐらいの長さであり、大イ松や、スラッシュ松よりは短いが、エキナタ松やもみ肌松よりは長い。信葉の寿命は、多くの場合2年であり、このために、常緑である。信葉の一部は乾燥などの厳しい気象条件、虫による食害などで傷つき、早く落としてしまうことがある。 多くの信用は2年目の秋から冬にかけて寿命となりって落ちる。本種は死有同種であり、尾花は当年生の枝の先端に形成される。芽花は当年生の枝に形成される。尾花は見た目はお嬢下女のようである。長さは2.5センチメートル4センチメートルほどで、色は成長具合によって明るい緑色から赤色まで変動する。 メバナは一般的に卵型で、長さは 1.0cm-1.5cm。色は成長具合によって明るい緑色から暗いピンクから赤色になる。旧花は細長く、若い旧花は緑色をしており、こなすと淡い気化色になる。長さは 7cm-13cm で、輪辺が閉じている時の幅は2から 3cm。 開くと 4cm マイナス 6cm になる。輪片には鋭い差しが発達し、熟しても脱落しない。スラッシュ末の休暇とは大きさも含めよく似ているが、本種の休暇はスラッシュ末のそれよりも縁がなく、棘が発達している。つぼみの形成は6月中旬から7月上旬に行われる。尾花は7月下旬に、 つぼみの中に、芽花は8月に形成されるが、秋に、目の根元に、お花が、少し遅れて、目の頂点に、芽花が作られるまで区別できない。お花芽花ともに、翌年の春まで、休眠状態で過ごす。花粉を飛ばすピークは2月1日以後の、積算温度摂取350度、非平均気温摂取13度を超えた時であり、 地域により違いがあるが2月中旬から4月中旬である。開花はその地域の緯度にも関係しており、低緯度の地域では高緯度の地域よりも早い。一本の木で見た場合には、お花は芽花よりも早く成熟する傾向があり、これは自家受粉を防ぐためと見られる。受精した芽花は翌年の春に休暇を熟す。休暇は乾燥によって、 開閉を繰り返し種子を散布する。低田松は若いうちはほどほどに大陰性を持つが、成長するにつれて大陰性は低くなる。本種の大陰性の度合いは、エキナタ松やバージニア松に似ており、多くの紅葉樹よりも劣るが、極めて大陰性の低いダイオー松やスラッシュ松には勝るとされている。一般的には、大陰性の低い幼樹とみなされている。 苗木は、他の松類と、同じく発芽後数年で生殖可能になり、花をつけ始める。赤松を大木に継ぎ木したものでは8年目に、芽花が、翌年には雄花をつけた。本種の生育する場所は繊維の進んでいない場所や、伐採や土地などであるため、繊維の進み方はかなり予測できるものである。時間の経過とと,ともに、本種よりも、 大陰性の高い紅葉樹が侵入して、本種を上層に、紅葉樹の幼樹を下層に持つ、副総林へと移行していく。具体的にはたくさんあるが、奈良類、ヒッコリー、ブナ属、沼水木、木蓮属や、水木属、餅の木属など。やがて紅葉樹が成長して林間に達し、本種と共に高木層を形成する。森林は、 セミが進むにつれて徐々に安定的な森林である極層林に達する。本種の生えている地域では、地域の違いによって、奈良ヒッコリー林、ブナからカエデ林、モクレンブナ林、奈良ヒッコリー松林のどれかの形態のをつつくとされている。風害は小さなものよりも大きな個体で起こりやすく、サビ菌の感染によって大きな腫瘍を持つ個体は、 健康な個体よりも容易に破壊される。風頭木は土壌が浅いところで起きやすく、形状比が高い個体で被害が大きい。分布北限周辺では低温による損傷が多く、若い未生内では大量死につながっている。樹齢の高い元気な個体はたまにあるかないかの低温にも耐える。最も多い現象は、雪氷が枝葉に付着し、その重みによって生じる。 冠無理である。枝の曲がりで済めばいい方で、重度の冠無理は幹を真っ二つにしたり、樹木を根元からひっくり返してしまい樹木にとって致命的なダメージになる。これも形状比が高い個体ほど激害となりやすい。前述のように、リギダマツとの雑種個体は低温への耐性が上昇するという報告がある。夏の極端な高温と乾燥は、 微小内の大量死の原因となることがある。大きな個体でも、高温と乾燥によって、ストレスを受けた結果、抵抗力が弱まり、害虫の攻撃を受けて、気象外以上に、深刻な問題を誘発することがある。微小内や若い個体は洪水によって乾水した状態では長く生存できないという研究がある。春から、 秋の成長期に2週間以上完全に浸水した状態では死んでしまう。大きな個体は洪水に対してそこそこの抵抗性を見せ1シーズンなら生存する。しかし0.3メートル以上の水深があると2年目の成長期の間に死んでしまう。低田末に集まる昆虫についての概論はベーカーによって述べられている。それによると本種は 多くの害虫の宿主となっている。しかし、害虫の発生には、頻度、地域、継続期間に大きな変動がある。発生する昆虫の大半は小さく、寿命が短く、大抵は一つないし、少数のエリアに被害を与える。しかし、いくつかの昆虫は、とてつもなく広い範囲を取り囲むまで増殖し、最後には、わずかな例外を除いて減少して、 平常の分布数に戻る大部分の昆虫が行う末への攻撃はダメージや損傷に関しては重大なものではない。本種にとって最も重大な害虫はキクイムシの仲間である。デンドロクトーヌスフロンタリズの攻撃は松の大量死に結びつく時がある。別のキクイムシたち IPS、SPP の場合、被害は限定的である。 ガの仲間ライオチョニア SPP は若い木に大発生することがある。ゾウムシの仲間であるハイラビアス SPP やパケロビアス SPP は強硬直径1センチメートル程度の若い木ならば殺してしまうことがある。キュウカや種子を食害する名画の仲間ダイアリークトリア SPP やカメムシの仲間レプタグロッサス SPP は 種子の数を著しく減らしてしまうことがある。サザンパインビートルは、加害する、松の中でも特に本種を好んで加害し、本種にとって、最も厄介な昆虫である。ヘプティングは、本種に関連する、一般的な病気について述べている。それによると本種において特に問題になるのは、フザリウムやマクロフォミナ SPP が引き起こし若い苗が、 感受性の高いネグサレ病と、サビ菌の仲間、クロネトリウムカーカム、FSP、フーゼフロムが引き起こすフーゼフォームラストである。心材の普及を引き起こすものもいくつか知られている。主に幹の心材を普及させるものとして、フェロナスピニ、ネカブの心材を普及させるを引き起こすものとして、松の根口竹タケや海面竹タケに付着した胞子が、 成長し地中の根の接触部分から健全個体へと感染を広げていくことが多く人工林を経営する上では大きな問題になる。発芽床は土壌の pH が6.0より高く水分が少ないと寝腐れしやすい。特に摂氏30度以上の気温が長期間続くと激害となる。サビ菌の感染によるフーゼフォームラストのは アメリカ南部において苗床、増林地を通じて主要な病気であり感染率を低く保つためには厳格な薬剤散布計画が求められる。未期の病害の中でも最も深刻なのはフーゼフォームラストである。この病気はバージニア州からテキサス州において若い木を枯死させてしまう。また、老齢個体であっても病変部に著しい変形をもたらして 木材としての価値を下げる。エキナタマツとの雑種は、この病気に対して比較的抵抗性を持つことで、知られる。死キ菌の一種アスコカリックス属の菌は未期に、未属され様の症状をもたらす。リギダマツとの雑種個体は、この病気に対して、やや抵抗性を示す報告がある日本で問題になっている、松の在産中の感染に対しては、 強い抵抗性を持ち、通常の摂取量では、松材線中病を発症しない。日本の在来の松の抵抗性系統は本種並みの抵抗性を持つものの選抜、固定を目標にしている。有用な経済樹種として植林されており、同じくアメリカ南部に分布する大イ松、スラッシュ松、液中松等を加えてサザニエローパインなどと呼ばれる。木材のほか。 パルプ、生死の原料などの使い方もされる。リグニン性合成系の酵素の一種である、シンナミルアルコールダス水素酵素を欠損した変異体が発見された。カナダドルを欠損した低ダマツ植物体の木部は、赤活色であり、リグニン顔料も少なく、除去されやすい構造のリグニンを含んでいるため、パルプ、生死用に大規模に植林され始めている。 木部が赤活色を呈する理由は、シンナミルアルコール類より、強薬二重結合が長いシンナミルアルデヒド類が、重合されて、リグニンに取り込まれているためである。アイゼンハワーツリーと呼ばれた本種の個体。ありがとうございます。